んにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションタンバリン編。この動画ではタンバリンの種類と音色について解説していきます。タンバリンは大きく分けて革が張ってあるタイプと革が張ってないタイプの2種類があります。革が張ってあるタイプはクラシックなどで使われて、革が張ってない方はポピュラーミュージックなどでよく使われています。今回紹介するのはすべて革が張っていないタイプのヘッドレスタンバリンです。ヘッドレスタンバリンでは特にこのジングルと呼ばれる金属板の材質種類によってサウンドが大きく異なります。実際に音を聞いていただくのが分かりやすいと思いますので、代表的な4種類のジングル、早速音を聞いてみてください。どうぞ。順番にアルミ、ニッケル、スチール、ブラスと聞いていただきました。材質によって全然キャラクターが違ったと思います。まずはアルミ製のジングルです。缶ジュースなどで使われているアルミ缶のアルミですね。金属自体がとても軽量で、音もすごく軽やかな感じです。音量も他の金属に比べて控えめなので、軽やかな雰囲気を出したいときに特に使えるジングルです。続いてはニッケルのジングルです。厳密に言うと、強度を上げるためにクロムという金属が混ぜられていて、ニッケルクロミウムという合金なんですけれども、分かりやすくニッケルとさせていただきました。いい意味であまりキラキラシャンシャンしすぎず落ち着きがあって、万能に使えるですね、とてもバランスがいいジングルです。続いてはスチールのジングルです。ポピュラーなタンバリンでは一番メジャーなジングルではないかと思います。金属自体に重さがあって音量もかなりあるので、ドラムがいるバンド編成でもしっかりと抜けるサウンドになっています。最後はブラスのジングルです。ブラスというのは銅と亜鉛の合金です。ブラスの特徴はとにかく音がよく響きます。音量はそれなりにありますが、倍音成分が多いのでスチールほどは抜けません。キラキラとした雰囲気を出したいという時にはもううってつけのジングルですね。続いてはタンバリンのボディの形と材質についてです。ボディの材質大きく分けて3つありまして、1つはアルミや合金などの金属製のボディです。こういうのはだいたいすごく薄く作られていてとても軽量なのが特徴です。金属同士がぶつかる音なので、いい意味でも悪い意味でもとてもリンリンシャンシャンとした音ですね。あとはとにかく軽いので、ものすごく速く振りたいときには最適です。二つ目は、プラスチックなどの樹脂製のボディです。プラスチックは、音に特徴があるというよりかは、割とそのままジングルのキャラクターを出してくれるような印象です。強いて言うなら、このタンバリンどこを叩いても割と均質な音がするので、ビギナー向けと言えるのではないでしょうか。あとはいろんな楽器メーカーがこういった目玉型だったり半月型、楕円型など変形タンバリンを出しているんですけれども、これっていうのは普通に振る奏法以外に回転させる奏法がありまして、
まあ、こういうのをすごくやりやすくするためにこうした形状になっています。最後は木の材質のタンバリンです。これはまあ昔からあるトラディショナルなタイプのタンバリンで、まあ、イメージ通りいい意味で落ち着きがあって、まあ、ぬくもりがあるようなサウンドですよね。叩いた時にこのジングルが鳴る音以外にも木の音が鳴るので、ちょっとこのマイクでどれぐらい拾えるかわからないんですけれども、こう叩く手の部位や叩く位置によって結構シビアに音が変化するので、繊細なプレーに向いているとも言えるし、ある意味では上級者向けのタンバリンとも言えます。あと難点としては、まあ、この持つ部分もただの木の枠なので、まあ、長時間振ってるとこの手が少し痛くなってしまいます。はい、まあ、ここまで材質や音質の違いについて解説してきましたが、まあ、タンバリンというのは振ってるのがとても絵になる楽器ですので、まあ、この色がかっこいいとか、この形がかわいいとか、タンバリンの見た目で選んでも全然 OK です。いろいろな楽器メーカーのタンバリンの振り比べや、サウンドチェックの動画もありますので、よかったら概要欄から見てみてください。次回は実際にタンバリンの持ち方、振り方について解説していきます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また。